皆さんこんにちは。こんにちは。第463回どんどん夢が叶うメディカツでございます。今日もですね、素敵なゲストをお招きしておりますが、まずはですね、この番組恒例のオープニングがありますんでね、はいはい、そうよくご存じ、ね、由美さんは右手、僕は左手でメディカツスタートでいきたいと思いますんでね、はいはい、まずはオープニングということでいきたいと思います。いきますよ、はい、第463回どんどん夢が叶うメディカツスタート。はじけそうなときめき忘れていないかい、思い出してよ無邪気で素直なあの時を。ということで、第463回どんどん夢が叶うメディカツ、改めましてゲストの紹介したいと思います。ビジネス交渉術の専門家の平原由美さんです。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかね、はい、ちょっと喉の調子がね、喉の調子がね、いつから、2、3日前からね、今日もね体調はねちょっと心配でしたけども、なんとかはいたどり着きました。はい、つながりながらここまでねたどり着いていただいて、やっぱり皆さんにねどうしても今日やるっていうんでね、皆さんに見ていただきたいということで頑張ってね、はい、今日来ましたので、ぜひですね皆さんもね温かいコメントの方をねよろしくお願いしたいと思いますんでね、はい、よろしくお願いします。はい、まあ今日ね平原さんのありのままをね魅力を皆さんにお伝えしようと思いますけれども、その前にまずですね3つのお願いがあります。まず1つ目は超いいねをぜひお願いしたいと思います。超いいねというのはハートのマークですね。いいねじゃなくて超いいね、ぜひねハートがピュピュピュって飛ぶんでね、テンション上がりますのでぜひよろしくお願いしたいと思います。2つ目コメントをお願いしたいと思います。今日はね由美さんもいるんで、まあ交渉術に関することとかね、まあいろいろな、まあ、由美さん質問とか何でもいいんでねコメントいただけたらと思いますのでね、よろしくお願いしたいと思います。そして3つ目はですね、シェアをお願いしたいということで、シェアをしてくれた方の中から今日はですね、もうプレゼントいっちゃいましょうか。はい、一つは、こちらの、ご著書、角を立てずに言いたいことを言う方法、ね、こちらの本、新品でございますよ。新品です。キラキラなかなかもう手に入りません。手に入らない新品。こちらね、まあこれ女性の方、男性でもいい、女性向けですけど男性にも読んでもらってます、はいはい、これね、はい、番組の最後の方でこれ抽選しますからね、はい、でもう一つはですね、5月の19日の日曜日に、はいはい、実はご主人様と一緒に、主人がワンデイ講座をやります。売上を増やすためのソフト交渉術、うん、あソフト売上を上げるためのソフト交渉術で、はい、ご主人様もお話をして、はい、由美さんもお話をする、はい、平松孝夫 の幼い営業のテクニックと平原由美の幼い、はい、あのあプッシュしないね、幼いって子供の俺なんかご主人のことそんなこと言っていいのかなと思っちゃいますよ、ね、あ
プッシュしないね。そうそうそう、ノープッシュね。ノープッシュ あのソフトな営業のテクニックと、ね、うん、愛され交渉術のクロージングとか、はい、そういうテクニックを全部あのギュッと一日にギュッとワンデイ、ワンデイ、ワンデイ、ワンデイ講座、ワンデイ講座講座講座、これ英語じゃない、英語じゃないワンデイ講座ね。ということで、ぜひこれもね、まだお席があるということで1名の方にプレゼントしたいと思いますので、はい、何時からこれ10時から5時わ1日です。ほんとワンデーだね、ほんとね、はい、5月19日これね、これも抽選、番組の最後の方でしますので、最後までお見逃しのないようによろしくお願いしたいと思いますね。はい、ということで、ちょっとね、皆さんからのコメントもこの番組の参加型ですからね、ちょっとね、読ませていただきます。安田恵里さん、偶然今日平原さんの本読んで今このライブ見てます。ああ嬉しい、ありがとう。エリちゃんありがとう。あ、最後ちゃんだ、萩原最後ちゃん、あ、最後さん、こんばんは、聞いてます、楽しみにしてます、最後ちゃんありがとう。ね、平松さんこちら訪れなしありがとう。はい、上杉さん、あ、エリコさんありがとうございます。この間ね、メディカスでゲストに出てくださいました。明日出版パーティーがね あるというね、こんばんは、令和のメディカススタートですね。その通り、はい、令和第1回目でございます。でこの間の、上杉さんが平成最後のメディカスだったんです。はい、今日は令和の第1回目でございますんでね、記念すべきね、本当ありがとうございます。富岡真奈ちゃんね、こんばんは、ということでありがとう。エレガン TV、 エレガン TV や楽しみ、エレガン TV いつだっけ今度ね。阿部さんこっち、はい、ありがとう。カムさん、水越さん、平原さん、恒例のご紹介ありがとうございますね、ありがとう。ヨネちゃん、冒頭で MC のオリジナル曲を強制的に聴かせる番組、その通りありがとう、お決まりのご紹介嬉しいです。あ、えのもとさん、えのちゃんありがとう。えのちゃん、こんばんは、えのチャンネル、ん、えのチャンネルだよね、えのちゃん TV だっけ、えのチャンネルだよね、えのチャンネル。水越先生、平原さん、こんばんは、シェアしました、ありがとう、みんなシェアしてね。さすがヨネちゃん、早い、ありがとうございます。角を立てずに言いたいことを言う方法、アマゾンのリンク貼ってくれました。もうね、伝えるチャンネル、つたちゃん、一番組に一人欲しいというね、ヨネちゃん、ありがとう。あさみなおさん、あさみちゃん、ありがとう。あさみさんはね、愛知県でね、デイジーというね、サロンを経営されてるんで、まだ若いんだけどもね、経営されててね。でホーミーズ TV というね、僕の門下生でホーミーズ TV というのをね、番組やってますんで、皆さん見てくださいね。水越先生こんばんは、ということで、ね、ありがとう。パラスエゴネーションアカデミーこれ何、このリンクは、これがあのホームページ、うん、あの交渉術、愛され交渉術のホームページです。探しまくってるな、ありがとう。パラスのねリンクも貼ってくれた、ありがとうございます。さすがだ、ヨネちゃん最後まで見てて、僕もリンク貼ってほしいのあるから。トシネさん本欲しいです、最後まで見てくださいね。トシネさん抽選参加してね。あ、平松さんありがとう、ワンデーの情報です。売上を増やすソフト交渉術、はい、商品をより高く売るための会話力、はい、もうさすがだな平松さんもな、マイアシスタントすげえ、平松さんを手で操る女、すげえな、できないわ。高岡若葉さん、若葉さん、若葉ちゃんありがとう、こんばんは、見てます、ということでね、ありがとうございます。コメントお待ちしてますよ、どんどん。富子さん、本読ませていただきましたので、ワンデーコーザ行きたいです。あー、やったー、ね、行ってください。ヨネちゃん、富子さんのエレガン TV は明日、そうだ、11時ね、はい、ヨネちゃんは明日ないのかな、ね、はい、ということで皆さんのコメントまだまだお待ちしてますんでね、待ってます、よろしくお願いします。はい、ということで今回のゲストね、ビジネス交渉術の専門家の平原由美さんですけども、はい、今のお仕事としてはどういうことやってるんですか、今現在は。今のお仕事は愛され交渉術のセミナーをやったり、まあ、講師として呼んでもらうこともあるんですけども、うん、それをやりつつ、うん、うちの夫の事業のバックエンドもやってます、うん、経理とか、あ、はい、一緒にやられてるって。あ、僕ね、パラスでしょこれ、はい、パラスって、うん、僕平松さんの会社かと思ったらユミさんの会社、ね、私の会社なんですね、ね、でも彼の方が起業家としては先輩なんですけど、うん、彼の方がもうちょっと若い時から会社を持っていて、なんか次々に会社を作っていて、うん、
で最終的には私の会社に入ってくれたみたいな。へえそうなんだね。もう今日もねコメントで登場してます平松隆夫さんが、まあ、ご主人様でね、はい、で2人で会社やってます、うん、2人でパラス、はい、パラス、ね、はい、でパラスっていうのはもともとね立ち上げた時は、はい、まあその前にもっと戻ろう、もともと18年間、はい、海外で海外で過ごされたと、はい、それ生まれてからずっとって生まれた時は東京で生まれたので、うん、何歳から7歳から、はい、じゃあ何歳まで日本にいたんだ。日本にいました、うん、小学校1年生だけ日本で、あ、日本語で日本語で、でそこから海外にね、お父さんの仕事のご都合で行って、はい、そこから18年、うん、18年ずっと海外、はい、ずっと英語で、はい、外で英語、家庭では、片言の日本語で、日本語で、まあじゃあ一応両方話せるっていう感じだった。でも英語がメインなの、やっぱ英語がメインでしたね。もうだん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 兄弟喧嘩も英語になってね、兄弟喧嘩、親から叱られ、日本語で叱られても英語で返すみたいななっちゃって、英語でなんて返すの？例えば宿題やりなさいって言われるでしょ。そうなんていうの、そうすると I know, I'll do it later みたいな。I know, I'll do it later 何何I know, 分かってる、後でやるからみたいな、そんな感じ、後でやるからみたいな、そうそうそう、そんな感じで、だから母親はね、ヒアリングはすごいバッチリなんです、英語ね、うん、あ、なるほどね、言うのは日本語だけど、まあそれでね、18年間英語でずっとで、うん、そこから日本に来たわけ。そこからだから高校時代に香港に移って、うん、でその頃はもう英語しかできないもんだからアメリカンスクールに入って、うん、高校卒業した時は、まあ、家族はまだそこにいるんだけど、うん、私は大学行くために、うん、日本は無理なんで、うん、アメリカに戻ったんです。大学で、でアメリカ4年大学行って、うん、でアメリカの4年大学が終わった時にさあどうしようかって。ちょっと待って、アメリカの4年大学は何学んだの？経営学とコミュニケーション、うん、で経営学は、まあ、マーケティングを中心にやったんですけど。へえ、すげえ、ほんま地獄だ。でもまあその頃はアメリカも不景気で、あ、そうなんだ、うん、外国人学生が就職しようと思っても仕事なかったんですね、はい、なので、で普通だと帰国でしょ、うん、でも私帰国しても何もできないわけだから、うん、日本語がダメで、うんうん、だからどうしようって時に台湾にいたんです、親が、うん、でこっち来ればって言われて台湾に転がり込んで、うん、でも台湾でももう20歳過ぎてるし、うん、親がいるからって言って入れてもらえるもんじゃないんで、うん、学生ビザを取って、うん、中国語の勉強中国語中国語の語学学校に入って中国語の勉強をしながら親の屋根の下でどうするかっていう考えたりしてたんですね、うんうんうん、でもアメリカンスクール管轄 の, スポーツ施設でちょっと雇ってもらって、うんね、スポーツ施設、うん、なんかアメリカンスクールってその学校自体が放課後の活動をやるんじゃなくて、うん、別の施設でスポーツ、ね、テニスだとか、 なんか、ね、水泳だとかダンスとかやってたんですよ。そこで、まあ、スタッフとして雇ってもらってテニス部っていうかテニスオフィスのマネージャーやってたんですけど、ね、うん、でもこ台湾はあくまで学生ビザだったんで、台湾だと学生ビザはなんだっけ、半年ごとに更新、2年ごとに再入国っていうルールがあって、すっごくめんどくさかったんです。かもうこんな外国人生活いつも、ね、いつまでもやってらんないと思って帰国を決心した。その時は何歳だったの？うん、その時が26ぐらいかな。6ぐらいでね、うん、日本に来て、もうでも日本できないでしょ。まあほとんどね、お腹すいたぐらいしか言わない。お腹すいたぐらいじゃ困るわそう、それでじゃあどうしたの日本来て。だから父の紹介で、父の知り合いの、ね、関連会社で
英語ができる人が欲しいって言ってるところにちょっとね、あの外国人何労働者みたいな感じですごい安い給料で雇ってもらったんですね。でも電話さえも出れなくて。そうだよね、日本語喋れない。あのなんとかですって会社名言うじゃないですか。その向こうがどこどこの何々ですでしょ、どこどこの誰々さんなんですけどみたいな渡し方をして、何やってんだお前みたいな何にも聞き取れてないじゃないかみたいな。それ無理だわ、うん、ダメだったんですね。うん、だから外国人のお客さんが来た時だけちょっとこう ね案内してあげたりとか、そんなとこからのスタートでね、うん、帰国物語。あまあそういういろいろ苦労もされるわけですけれども、ちょっと待ってね、あ上山さんありがとう。兵庫一の美女ね、上山さん、のりこさん、のりこさん、平原さん、こんばん、平原さんこんばんはということでね、ありがとう、はい、こんばんは。吉田さん、ついん、うん、あ、追戦、追戦では大変お世話になりました。うん、あ、深丸さん、そっかそっか。推薦っていつの追試合の話、結構前のことでしょ。推薦は最近なんかやったの、2009年ぐらいにツイッターが来たじゃないですか、うんうん、その直後ぐらいのことかな。あれでしょ、平松さん 本出したじゃん、ツイッターの。うん、その前、その前、その前、うん、推薦はだから私とか平松とか、ね、深丸さんもそうなんだけど、いち早く始めたんで、うん、すごくツイッターがこうみんなすっごい積極的だった時に始めたんで、うん、もうガーッとフォロワーいっぱい増えたんでね。その時は私も2万人ぐらい、そんないったのぐらいいて、すげえ。で私がちょっとこういろいろ交流しててツイッターの中で、なんかすごい素敵なつぶやきをね、うん、する人たちがいるわけですよ、うん、ちょっとポロッとね、なんかこう、うん、通りかかった人にお礼言えなかったけどありがとうとかね、うん、で、あーもうなんかこうなんか宝物のようなねつぶやきをね、これどんどん流れてっちゃうじゃないですか、川のように。だからこれを取っといて、で集めて1000個集めて本にしたいって言ったの、うん、それを私がつぶやいたの、うん、そしたらドワーッと返事が来て、うん、やりましょうやりましょうって、すごい盛り上がりになっちゃって、まあ、ツイッターのそのね、うん、頃そういうのあったよね。この推薦っていうハッシュタグを作って、うん、でツイッター上で会議をして、うん、どんどんプロジェクト。それ何、平松さんと知り合う前なの。いや一緒、あもう一緒、もう一緒の時、うん、でも私がなんかやってた。あそうなんだ、うん、へえ。私子供がちっちゃくて、うん、あんまり出れなかった時なんで、ツイッターがすごい楽しくて。もうねツイッター、僕もその頃ツイッターやってて、僕はもう8000とかそのぐらいまでしか行かなかったけど、うん、ツイッターはもうメインだったもんね、その頃は ねもう楽しかったよね。で追戦は最終的に全国5都市で同時開催の巨大イベントをやっちゃったんですよ。へーすごいね、2000人ぐらい巻き込んで、はあ、あのその頃は本当暑かったよね、うん、懐かしいですね。そうなんだ、何これ very pleasure to 読んで読んで。 I'm very pleasure to watch Medicats with 平原さん tonight、 イエーイ。なんだよちょめちゃんこれ急に、ね、分かってるよ言いたいことは、ね。わがつまさん、加藤さん、水越さん、平原さん、こんばんは、ありがとうございます。これどういう、わがつまさんもツイッター時代から。そうなんだ、うん、ね、古くからのお知り合いがいっぱいいるわけだ、ね、ちょっと会ってないんですよリアルで。あそうなの、うん、まあそういう人多いよねツイッターとかやってる時にね。わがつまさんどこだったかな、うん、あね、言われちゃう水越先生の中国語講座ね、おしにだぽんよね、おしにだぽんよ、これだけ言えますね。もう中華料理、そう、私あなたの友達必ず中華料理食べに行って、うん、中国の人がね、うん、こう持ってくると、うん、おしにだぽんよっつってみんな喜んでくるんで、でもその後バーって言ってくるんで、そうね、もう分からない、分からないってね、これだけね覚えました。はい、ということでね、うん、そうで、まあ、あ、ちょっと待って、田原さん、講習術とても興味ありますね、はい、銀座キャンパス TV ありがとう。
まあそれでね日本に来て、はい、まあいろいろ苦労してパラスを立ち上げたのはいつなのそれ。35ぐらいだったんで約 10年10年ぐらい、うん、なんでさその頃って、うん、まあ要は起業したっていうことだよね、うん、一人で、うん、一人というかまあ友達と友達とね、うん、だってその頃自分で仕事立ち上げてなんて仕事ね、どうだったの。大変でした。大変だよ絶対ね。大変でした。何の会社パラスってその立ち上げた時は。その時は私の得意な英語とマーケティングとインターネットを兼ね合わせたグローバルインターネットマーケティング。グローバルインターネット。うん。です会社ね。はい。早すぎたな。早かったかもしれないですね。でもそれで立ち上げて、うん、でもそのおかげでね、うん、すごいチヤホヤされたんですけどね、女性起業家としては。あ、珍しい。珍しいよね。そう。会社立ち上げたなんてね。うん、ね、でも、うん、本当仕事を欲しくて、ね、もう本当に仕事が必要で、うん、どうしたらいいのっていうような状況の時にが結構チヤホヤされて、あちこち行くじゃないですか。うん、で、なんかね、いろいろセクハラだとかね。掃除、うん、いろいろとこう、あ、やっぱり女性がね、いい前に出ようとね、うん、出るとするとね、でこうなんかじゃあここでね、ご登壇くださいとか、うん、この委員会に参加してくださいとか、うん、いろんなことをやらされて、うん、全然お金が入ってこないみたいな、へえ、うん、まあね、どこまでやれば当時ね認めてもらえるのみたいなのはね、だから結構出てた、私も雑誌とか取材とかたくさん受けて、雑誌に出たりとか、なんかシンポジウムとかフォーラムでお話しして新聞載ったりとかしてたんですけど、もう全然貧乏でしたね、うん、注目はすごくあったけど大変だったね。じゃあね、売り上げ上げるのもね、うん、でそれで私も病気しちゃったんですよ、突発性難聴。あら、それやっぱ精神的なもんなの？だと思います。うわ、うん、苦労してんだね。でなんかこう渋谷一等地じゃないとあれだったんですよ、その頃やっぱり事務所は。ああ、そうなんだ、うん、場所的にもね、住所がね、うん、今その頃はさ、住所が人がシェアオフィスとかないからね、うん、今足立区で平気でやってるけどまあね、ほんと小金井でも大丈夫だからね。当時はもう渋谷区とか中央区とかじゃないと ね実績もないし、なので渋谷区のなんかクリエイターの人たちが持ってた共同事務所に。高いんじゃないの。いや、もうほんとボロボロ。あ、ボロボロなの、うん、で広いとこに机を置かせてもらっただけで、もう電話10個ぐらい鳴ってるし、もうみんな大声で喋ってるし、うん、そんなところで仕事できるのっていう、そんなストレスいっぱいの環境でやってて、でも耳がプツンと、聞こえなくなっちゃったの、うん、治ったの。でもね、うん、いや完全には治ってないんですよ。病院に行って、うん、何が起きたのって言ったら、これは突発性難聴で、すぐに治療しなきゃ、すぐ入院だって言われて、うん、でも起業して、ね、会社やってるわけですよね。そんな今日入院なんて言われても無理って言って、一旦帰らせてくださいって、うん、一旦帰って仕事を整理して、その仲間に振ったりして、で次の日行ったらもう入院ベッドがないから自宅で休んで通院しなさいとかって言われて、でもその24時間のおかげで完全には治ってない、うん、え、そうなんだ、うん、即入院が良かったわけね。じゃあ即入院すれば治るかもしれない、ね、いや無理ですよね。でもお客さんから電話かかってきたりとかして、うん、ねえ、まあでもそれなりには忙しかったんだ。じゃあそう走り回ってましたね、うん、営業とかね、うん、頑張ってたんですよ皆さんね、ね、あ、伊坂さんありがとうね。いじめんっていうね、いじめを撲滅の活動されてる伊坂さんね、このゴールデンウィーク明けてね、みんなどうだったろうね、休まれて学校行ったかな。ヨネちゃん、川口で営業中。え、何これ、どういうこと。だから今は足立区とか小金井とか川口とか川口、ね、日本の川口だな、全然 OK。 そう、
こんばんは。あ、もこちゃん、ありがとう。あなた応援 TV のもこです、はい、ってことでね、あなた応援 TV はね、3年間休みなく毎週やってるっていう、すごいよな、うん、本当にもこちゃん素晴らしい。株式会社パラスね、またありがとう、買ってくれてありがとう。パラス英語、英語ネーションアカデミーありがとう。パラスってさ、どういう意味なの？パラスはあのギリシャ神話の女神でアテネって言いますよね。アテネ、ハテナ、アテネ、アテネね。アテネ、うん、アテネってあのアテネの別名がパラスなんですけど、そうなんだ。アテネはあの女神の中で、女性の神様の中で唯一戦う、武器を持って、うん、ヘルメットをして、うん、唯一戦う女神なので、知恵とか戦略とか戦術とか、うん、あのそういうものを司る女神なんです。だから本当その頃私はその珍しい女性起業家っていうことで会社作ったんだけど、女性にもできるっていうのをちょっと主張したくって。なるほどね。男性だけ戦わせて女は家で待ってるんじゃなくって、うんうん、女性も武器を持って第一線出ますよっていう。なるほど。そういうメッセージなんですけどね。へ、同時に美しくて、美しくて、ね、しなやかで愛があって、はい、ね、はい、それでさっきもちょっと交渉術の話出てましたけども、まあそのね、持ち帰、まあ日本で女性が交渉するっていう交渉術っていうのは、まあね、持ち込んだ時は当然日本じゃそのなかなか受け入れてくれるような感じじゃなかったでしょ、うんうん、だからその交渉術のプログラムは今から16年ぐらい前かな、うん、あのパラスをやっていて、まあ、4、5年経った時なんですけど、うん、パラスは海外の情報をいっぱい扱ってたんで、うんうん、海外の企業の日本進出も手伝ってたんで、うんうん、その時にあのイギリスから来たコンサルティング会社の社長さんが、うん、うちの妹の旦那の知り合いなんですけど、うん、日本にこの交渉術のプログラムを、うん、あのね、導入したいって言って、うん、であの会ってくれないかって言ったんです、うん、で私はマーケティングやってた人なんだけど、もうここをね最初会社立ち上げて 4,5 年間の苦労で私は営業できないって思っていて、うんうん、交渉術の専門家に会うとか思った時に、うんうん、無理無理無理って思って無理、どんだけ振り回されてしまうのかって思って、でもね家族ね親戚からの紹介でわざわざ日本に来るっていうわけだから、会わないわけにいかないね。ねだから分かりましたって言って会いに行ったんですけど、うん、もう電車の中で絶対断ろうって決めていて、うん、もう一応全部話を聞くけど絶対断って帰ってくるって決めたんです、うんうん、でそこ、まあ、ホテルのあのねロビーラウンジとかで会ったんですけど、うんうん、会ったらあのすごい背が高くて素敵なあのイギリス人のおじさま で、うん、でユミさんって言って握手してくれて、うん、でこうお茶しながら、うん、なんか2時間ぐらい気がつくと、うん、私ばっかり喋ってて、うん、なんかすごい褒めてくれて、うん、でだからユミさんとやりたいんですっていうことを言われていて、もう私最後には私からぜひ一緒にお仕事させてください本当にって言っていて、すげえ、で帰りの電車でやられたやられたと思ったんですけど、うん、でも嬉しいって思ったんですよ、うん、なんかワクワクするって、うん、で本当にこれからのお仕事が楽しみで、うん、何だったんだろうみたいな、あれが本物の交渉術ならば、ね、全然嫌な気はしなかったし、すごく嬉しかったし楽しかったし、でこの人大好きになっちゃったし、あれが交渉術なら私絶対身につけたいと思ったんです。絶対これはもうどうでもいいから私のものにしたいって思った。どうでもいいから私のものにしたいとへえ、そこがもともとね、そこが始まりだった。面白いねその話聞くと、うん、でも細かいテクニックとかね全部こう学んで日本語にして、うん、で日本人のね先生方に教えたりしてやってったんですけど、うん、細かなテクニックとかいろいろあって面白くて、即効性があるものをもうちょっと何も知らなくてもこれちょっとやってみって言ってやってみると相手の反応が変わるみたいなあるんですけど、でも同じように男性たちと同じように私がやるとすごいなんか嫌な女になっちゃうんですよね。なん
とか生意気でとかこう言い方がストレートだったりとかして、ではなんで私がやるとダメなんだろうっていうのが、私が全部翻訳して全部教えてるのに、なんで私がやるとダメなんだろうっていうのがあって、それでまあその後に結婚したり子供ができたりして、まあどっちみちバックエンドやってたんで、それずっとモヤモヤしてたんですけど、で海外の事情をこう調べてみたら、やっぱり女性は女性のやり方でっていう本も出てるし、学校もあるしって、そうなんだっていうことで、あの日本のための、あ、日本の女性のための小説を作っていきたいなっていう、そこがね始まりでね作って、今やってるのがそのなんだっけ、愛され交渉術、女性のためのね、愛され交渉術っていうのをやってるわけ、愛され交渉術っていうと、まあ要はというか、どういう何が違うの、どういうものなの、つまりそのね、それを実践すると、いわゆる愛されるように、あのね、はい、ハーバード流とか、いろんなのあるじゃないですか、ビジネスの交渉術、それもどん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 深めていくと、ね、行き着くところは愛されることなんですよ。なるほど、相手からね、そう、相手から、ね、もうそれが全てなんですよ、ね、なるほど、でそれを気がついてないのね、みんな表面的なこう操作するものとか駆け引きするものばっかり見ちゃってるから、はいはいはい、でも本当のプロはそこまで追求して、要するに愛されることだっていうところまで行っているんです。でも女性はそこまで見えないとやる気が出ない、ただ人をこう操作したり、あの思う、自分の思うように動かして、自分の利益だけ考えてみたいなことをだけ見てると、女性は興味持たないんですよ、うん、でも本当の交渉術は愛されるところがベースにあるっていうのを、もう私は表に持ってきちゃおうと思って、そこから入っていくのはどうかと思って、あのちょっとひっくり返してやってます。へー、面白いね、愛され交渉術、だからそこ男性たちはちょっとしたこうテクニックを学ぶとすごく喜んで、もうそれだけで喜んで帰っていくんだけどね、ちょっと待ってよって感じで、ちょっと下手に使うとやっぱりずるいしってなっちゃうんですけど、女性はもうそれだけでもなんか拒否反応を起こすから、例えばどういう、まあ、例えばじゃあ、私がよく伝えてる、あの私の成功事例を言うと、いろいろなこう速攻テクニックがあって、その中で私大好きなのは沈黙なんですね、沈黙っていうのはテクニックなんですよ、まあね、テクニックだって分かんないで使ってる人もいるけども、でこれを使ってうまくいったのは、うち前に一戸建てに住んでいた時に、庭がちょっと下庭があって、大きな桃の木と小さなサザンカの木が7本、桃の木は1本、サザンカの木が7本あって、最初は自分でこう手入れしてたんですけど、なんかだんだんめんどくさくなって、いや今年はちょっと頼もうかなって思ってホームセンターに行きました。で、木のお手入れいくらですかって言ったら、1本3000円ですって言われた、で8本もあると結構いくなって思って、じゃ あの大きいのだけ、桃の木だけ1本お願いしますって言ったんですよ。で日曜日にそのおじさんがトラックでやってきて、でこれですねって言って作業し始める時に、せっかく来たんだから、ね、ここでちょっと交渉してみようかなと思って、この小さいサザンカなんですけど、こう7本あるんですけど、小さいんですけど、これいくらでやってもらえますかって言ったら、1本3000円ですって言われたのね。でガーンみたいな、また定価言われちゃったって思ったんですよ、でどうしようって思った時に思い出したのがこの沈黙で、止まったんだよね、で今私どのぐらい止まってました、多分5秒か、6秒かでしょ、多分頑張って20秒ぐらい、
我慢したんですって、ね、って沈黙ね、うんうん、そうするとやっぱりどうしたのかって思っちゃうじゃないですか、うんうんうん、気まずいじゃないですか、うん、困りますよね、うん、でおじさんは分かりました全部5000円でやりますって言ってた本当にへだから5000円と3000円で8000円で全部やってもらって私はもうお喜びでお茶は出してあげるしタオルは出してあげるしねどうですか沈黙、うん、そういう方法があるという、うんそうなんですね、交渉術交渉術には沈黙っていうのはすごいパワフルなテクニックで沈黙を破る人は必ず譲る人っていうふうに専門家たちは言うんですだからそれを分かっているのと分かっていないのとではすごく立場がね分かってない人は弱いじゃないですかで私があのセミナーとかで皆さんに言うのは使えなくてもいいですよでも分かっているだけで大丈夫だから誰かが黙ったら分かりましたじゃあやりますって言わないでどうしましたかって言えば、ね、譲らないで沈黙を破れば大丈夫なるほど、ね、っていうそういうそういうのが速攻テクニックで、はい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 、そういうのは男性たちは大好きで、うんうん、もうすぐ使おう大好きだよ ね、うんうん、であのうまくいけばいいじゃんみたいな何の罪悪感もなしにでも女性はそこから入っちゃうといやでもねみたいな、うんね、それちょっとかわいそうよねとかってなるじゃないですかだから私が愛され交渉術を教えるときはやっぱりその根底に愛情っていうものがあってで相手を喜ばせることが一番自分の利益にもつながるっていうところから入っておまけ的にこういうテクニックがありますよっていうふうに上手に使えばいろんなことが自分の思うようにね回るようになりますっていうのを教えてあげるとなんか安心して受け止めてくれる。なるほどね、うん、面白いですね、うん、まあ今ね、まあ、その愛され交渉術ということでセミナーとかもねされているけれども、はい、今度の平松さんとその5月19日の時にもそういう話ははいあります、あの、ね、愛され交渉術の全てのテクニックをあった、はい、お伝えしますまだお席は大丈夫ですか大丈夫です5月19日の10時から、はい、10時から5時5時場所どこでしょう、はい、下北沢下北沢ですよ皆さんねで、今日はねそのこの番組の最後に抽選でお一人の方にねプレゼントしたいと思いますのでもしね都合をつける方ということでね、はいちょっとコメント読みますね今日あえっ、ー、とね、あ加山さんありがとう君さんお洋服素敵ですさすが見てると間違うなあ加山さんオレンジオレンジ来ました加山さんがね素敵ですよ、うん、オレンジ着た方がいい本当さすがだなあゆみかちゃんありがとう、ゆみぱん TV パン教師の先生ねゆみぱん TV やってます出遅れましたこれから参加します先生のオレンジ色は素敵ですさすがにありがとうございます褒め上手ね、ヨネちゃんギリシャの首都でもありますアテネねありがとうアテネパラスアフロディーテ、はい、さすが山内さんありがとう、今日あ今は日本からオフィスが撤退したり貨物船の定期船も日本の港に寄港しなくなるほどの様子がとても悲しいあなるほど、うん、戸谷さんこんばんは出遅れました今から拝見させていただきます大丈夫です、ゆみかちゃんさすが交渉術のプロです ねありがとうございます高浦さん相手から愛される深いね、はい、もこちゃんあん愛されたいもこちゃんね大丈夫あなたならもういっぱいいろんな人から愛されるからとしなりさん相手から愛されるのがベースにある深いな、萩原紗友子さんは認定講師ですそうですそうね、うん、あの萩原さんね、はい、そうそうそう認定講師なのよ第1号私の時の第1号、はい、素晴らしいね、あ金子さんありがとうこれからの時代自分のファンを作るために愛される交渉術を身につけたいですね素晴らしいそうですね、吉田さん誠司さん沈黙は金金ですね、はい、さすが沈黙は金じゃなくてね金金ね金です沈黙は金ですね金にもなるかも、ねあ参りましたよねちゃんね、葵さん沈黙は最強ですね、ね、はい、沈黙は金ね交渉術にあ交渉術身につけたいですぜひね、セミナーにお出かけくださいもしくはこちらの本を、はい、ね、角を立てずに言いたいことを言う方法ね、アマゾンで売ってるでしょこれ今。中古か電子本、ね、電子本ね、はい、あの新品はなかなかもう手に入らないです。なるほど。はい、
戸谷さん、沈黙している間も大切と学んだことがありますね、うん、高畑さん素敵ですね。あ、三重子先生、三重子先生ありがとうございます、浅見さん、沈黙面白いです。面白いです。平松さん、刑事コロンボ面白いね。これ何、刑事コロンボっていうのもあるんです。あのホンマデッカ TV に出演した時に、うん、皆さん、このあのホンマデッカ TV 出てるんですよホンマデッカ TV、 平原さんはこの刑事コロンボを紹介したんです。何、刑事コロンボってアメリカのドラマ知ってますか？大好きですよ、僕毎回見てましたよ。 ね、あのこう容疑者とこう質問するときになんか当たり障りのない会話をするんです、うんうん、なんでそんな、ね、うんうん、どうでもいいこと聞いてるんだろうってこう安心させて、うんうん、じゃあはい分かりました、じゃあこれで失礼しますって言って、もう一ついいですかみたいな。そうそう、最後に あもう一つだけいいですか、でもほっとしているところで、はいはいはい、こうポロッと言っちゃうじゃない、このあなたは、ね、赤いハンカチ持ってませんでしたかとか、あ持ってます、でそれがね重要な証拠だったりとかするっていう、そういうそのがあのそれのまあね、あのバージョンっていうか、あの営業とかいろいろなところで使われていて、うん、交渉の方でも使うんですね、うん、で例えばあの相手に面と向かってストレートにこれやってくれますかって言ったら、ちょっと待ってくださいよそれは大きな負担でとか言われそうなものでも、ギリギリ帰り際とかにあって思い出したかのようにお願いねって言っとけば、なんかああはいってその勢いで、ああなるほどね、うん、OK してもらえちゃうっていう話だったんだよね、はいはい、うんうん、でわざわざエレベーターのセットを作ってくれてホンマデッカ TV の時へー、でブラックマヨネーズの小杉さんに声かけて、うん、じゃあデモンストレーションやらせてくださいって、うん、じゃあ私たちは今新しいプロジェクトを始めるので打ち合わせしたばかりで役割分担を決めました、で私が小杉さんをエレベーターに送ります、でね、ドア閉まる寸前であの、ね、言うからっていうような設定 でじゃあはいありがとうございました、これからよろしくお願いしますって言って彼がエレベーターに乗ってドアが閉まる寸前で、あと全体の企画書お願いしますねって言ったら、あはいなるほど、ね、すげえ笑えるそれ絶対爆笑だったでしょ。そうで、あの沢村さんが小杉さんに、えなんではいとか言う、ね、どうだったのって聞いたら、いやなんかあのもともと僕がやることになってたのかなとか思って、あなるほど、ね、それではいって言っちゃいましたみたいな、うまくいった、確かにそこで断れないよな、うん、なるほどね、刑事コロンボね、刑事コロンボ、あの刑事コロンボがまたさしつこくしつこくさ、うん、ねえ何気ない感じで来てね、うん、でもうやっと帰ったらと思った、あもう一ついいですかって、ね、そうそうそう、そこだよね、刑事コロンボ、はい、そういうテクニックです、さすがうまいな、バトン渡してな平松さん、さすがご主人、うん、あ見てました、沈黙は16,000のお得、あそういうことね、さっきね、はい、さすが、そうそう、5月19日日曜日10時から17時下北沢ね、売り上げを増やすソフト交渉術、はい、ワンデー実践、ワンデー実践講座ね、桐山さん沈黙にも愛がある素晴らしいですね、あ上野太郎さん、はい、ハイク TV、 あ、はい、上野さんもね、うん、よくあの一緒にねイベントとかでいられますよね、はい、それはね、そうですね、で上野さんもね、勉強しますって言って書いてる、あ愛され交渉術いいですよね、女性もテクがすんなりできてファンに愛されたい、素晴らしいですね、勉強しますね、阿部さんほんまでっかね、ほんまでっかに出てらっしゃるんですね、若松さん、若松さん、あのやっぱパン教室の先生でね、あ今あの僕のところでねオンライン講座作ってますけどもね、若松さんありがとう、ありがとう、オレンジ本当にやってます、オレンジこれこれ、ああ本当ありがとう、うん、忘れてたありがとうございます、オレンジって言ってます、あの今ねフルーツをイメージしてるあのね、吉田さん見てましたよ、なるほどと感じましたよ、ほんまでっか TV ね、ありがとうございます、としなさん、若松さん、このあね、はい、竹内さん、愛され交渉術を身につければまさに最強です ね最強です、竹ちゃんなんかもう最強じゃね、うん、もうその目線でやだったら本当誰でも一行だよね、優しい男性がね、そう、うん、かっこいいしな若松さん、小菅さんこんばんは、見てます、
あ、聖子さん。聖子さん、ありがとう。ありがとう。ね、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとね、ここで、次のコーナーに行きたいと思います。はい、はい、ちょっとここでね、私のコーナーをちょっとだけ作らせてもらうんですけれども、はい、ちょっと最初私ね、自己紹介するの忘れてて、いつも自分で紹介しなきゃいけない。初めて見た方もいると思いますけど、私ですね、今動画の専門家ということで活動している水越と申しまして、この番組が2010年の5月から始まって、毎週毎週ゲストをお招きする1時間の対談番組ライブでやってますけども、今年で9年、460回迎えて、今回463回と。いうことでね、でこの続けてきたことによって、まあ、たくさんの僕夢が叶ったんですよ。例えばテレビで運ばれてるね、た人がゲストに出てもらったり、例えばおもちゃの鑑定士の北原照久さんとか、歌手の岩崎宏美さんとかね、元巨人の篠塚さんとか、シンガーソングライターの杉正道さんとかね、で、愛され交渉術のね、平原由美さんとか、憧れてる人をねゲストに出てもらうっていうことができたわけですよ。まああとは例えば20代の頃そう夢だったシンガーソングライターね、なれなかったけど、まあ、この番組をきっかけに CD も出したりね、年1回ライブをやったりね、させてもらったり、あと新しいビジネスを立ち上げたりということで、まあ、このライブ番組をすることによってね、まあ、ファンが増えてきますよということで、私はこの対談型のライブ番組をね皆さんにお勧めして、今、まあ、講座やったりね、セミナーやったり、まあ、コンサルをして、まあ、たくさんの今文科生がこう出てきてるんですけれども、それと同時にね、今後はね、もう僕は今動画の専門家ということで言ってますけど、動画をね皆さんのね分身としてね、やっぱお金を稼いでもらいたいということで、売り上げ上げてもらいたいということで、私今皆さんのその経験とかノウハウとかね、そういうものをオンライン講座にしてもらおうということで、僕はそのオンライン講座の作り方を今教えてるんですけど、そのオンライン講座を一つ持つことで、まあ、遠方の人にね、売ることもできるし、そのオンライン講座をすることによって他との付加価値をつけて会員さんになってもらったりとかね、いろんな使い方があるので、まあ、そういうことは私セミナーで教えてるんですけれども、実はですね、セミナーがですね、今度ですね、ですね、ちょっと待ってくださいね、これだ、5月24日のね、19時から新宿でセミナーがあります。お金を生み出す動画活用セミナー、動画を使って、お金を生み出して売り上げを上げましょうということで、5月24日、多分ヨネちゃんがですね、リンク貼ってくれると、もう貼ってます。ありがとう。5月24日、こちらでね、セミナー、残席2名になってますんでね、ぜひ、ご都合のいい方。で、今日はですね、皆さんにちょっとプレゼントしたいと思うんですけども、こちらですね、私 LINE アットやってるんですけども、 LINE アットこちらの QR コードから登録してもらうと、なんと私の1時間半のセミナー動画をですねプレゼント、全員にプレゼントということで、まあ、この LINE アットにね登録していただけたらと思いますんで、このまた特典もついてますんでね、ぜひご興味のある方、今 LINE アットにねここから登録してください。これアーカイブでも見れますんでね、ぜひよろしくお願いしたいと思います。動画を使ってですね、2020年以降はね、もっともっと動画が当たり前のようにね使われると思うので、ぜひですねここで動画を皆さんに一人でも多くの方に活用してもらいたいと思うので、ぜひねよろしくお願いしたいと思います。ヨネちゃん今ねリンクいっぱい貼ってくれました、ありがとう。こちらの方をぜひね参考にしていただきたいと思います。さあということでですね、クリエさんありがとうございます。水越さん、平原さん、こんばんは、よろしくお願いしますということで、こんばんは。千葉コミュニティ TV っていうね、千葉で番組をやってね、すごいゲストをいっぱい集めてますけどね、ありがとうございます。さあ、僕はちょっとね、はい、聞きたかったことがあって、はい、今日コメントいろいろしてくださってる平松さん、はい、ご主人さん、はい、もうお二人でね、今度も19時セミナー一緒にやりますけども、はい、ご主人とはどこで出会われたんですか？主人と出会ったのは、私が会社を作る1年前にちょっと脱サラして、誰が、私が、うん、会社を辞めて、うん、まあ、個人事業主になったんですね、うん、で1年間、うん、パラスの前、うん、準備期間に、うん、シグマ J という企業を目指す人たちのネットワークを作ったんです。誰が？私が、うん、仲間と一緒に、うん、でいろんな展示会とかね、イベントに出展したりして仲間を集めて、うん、で当時アントレっていう雑誌が結構流行っていて、うんうん、知ってる企業家のね、うん、
って、そこを結構無料で広告出させてくれてたんで、うんうん、そこに毎回広告出していて、多分彼はアントレで見たんだと思うんですけど、シグマ J の広告を見て、で私にメールくれたんですね、うん、あの僕はもう会社持ってますけど、私たち企業準備軍でこう仲間を集めて、うんうん、僕はもう起業してますけど、うん、僕も参加していいですかって言ってきたんです。なんで？いや、なんか新しい展開を、なんかこう行き詰まってて、なんかないかなって言って、うん、新しい展開を考えていたんだと思うんですけど、うん、それで言ってきたんですよ、うん、でメールでね、うん、で私はなんだこいつって思ってで私の返事は上から目線で物を言わなければいいわよっていう感じで返したそれは僕返信したの？返信したの。そしたら来たの、うん、来ないと思って。あ、当日ね、うん、集まりにねマジで、うん、だって私たち起業前じゃないですか、うん、で彼も会社作って3年経つって言うから、うん、何のために来るのって、うん、思って、うん、でそんな上から目線、私たちも同レベルであのこうね、いろいろと支え合ってるから、まあ、上からね偉そうに言わなければ、うん、いいですよっていう感じで返事したら当日来たんです。来て、うん、それでこうね、みんなでこう自己紹介してる時に、はい初参加ですって言って自己紹介した時に、やっぱり偉そうな、わかりますよね結構声は大きいし、ね、こうもう座り方もね、こんなね大きくね、こうよっかかってね。いやでもほら表情は柔らかでしょ、平松さん。まあね、うん、憎めない感じなんですけどね、でも言うこと大きいし、うん、なんだこいつって思ったんですよ。なんだこいつって思ったでもなんかこうね、あの来てよかったっていうか、うん、あの楽しそうにこう仲間に入ってくるじゃないですか、うん、なんかまあいいかと思って、でその中でこうねお付き合いしていく中で仲良くなってって感じで、うんうん、へー、そう。結婚何年ですか？16かな。そうなんですね、うん。まあね、もう平松さんとね、由美さんといえば本当にね、おしどり夫婦っていう感じでね。でも喧嘩とはしないでしょ。でもしますね。え、しますね。するんだ。しますよ。どういうことで？もうすべてのことで。すべてのことでもうああいう性格、もうなんかああいう性格であまり細かいことを気にしない人じゃないですか。そう、僕もそう。細かいこと気にしないし、ね、うん、で、覚えてないし、からこういうのはやめてねって言ってもまた次の日やってるみたいなね身につまされるわ俺、うん、うん、で結構だから最初の頃はすごい激しく喧嘩したし、本当、本当お皿投げたりとか、やってましたよ。夜夜中飛び出しちゃったりとかやってたんですけど、でもあのもうああいう人だから、うん、彼は全て許していて、何があっても許してくれて、大きいな。で私まだあのこの愛され交渉術のおかげでだんだん落ち着いてきたっていうか、あの男性と女性の違いっていうのもかなり研究したんですよ、うん、この、ね、愛され交渉術に来るために、うん、なんで男性ならこう言っていいけど女性ならこう言っちゃダメなのっていう、うん、なのでそっか、男性は忘れる人なんだとか、うん、ね、男性は自分の失敗は認めないんだとか、あ、認めちゃいけないんだって逆に、ね、自尊心にすごく傷がつくから、プライド高いからね、うん、だから私、でも女性は忘れない人ででしょ、うん、だから一番最初のデートの時に、うん、30分待たされたんですよ。いやそれはまずいわそれはしないよ俺、ね、でもまあそれはそれだけど、うん、あの10年経っても私まだその話するんですでも彼はもう忘れてるんです。だから私が あの時だって30分待たされてって言うと、え、そんなことあったっけって言うんですで最初とぼけてるんだと思ったんだけど絶対俺忘れないから、この、ね、男女の違いを、ね、いろいろ研究していく中で、あ、忘れてるんだっていうのが分かって、よかった忘れなきゃ生きていけないんだっていうのが分かって、なんかそういう生きていけないのか、うん、多分あのそう自分の非を認めちゃうと、うん、やっぱりそこでプライドとかいろんな、ね、それはあるよね、うん、なるほどね。男性はまた翌日あの今日ビジネスとか何かで何があっても、ね、翌日また全力投球で戦わなきゃいけないじゃないですか。
そういうところ女性は苦手なんですよ、うん、大失敗しちゃうとそれ結構引きずっちゃって、こう自信が欠けちゃって、うん、でもそう、ね、男性社会ではそういうのは必要なくて、うん、もう何が昨日何があっても今日はまたゼロ地点からガーッと行きましょうみたいな感じで、うん、逆に忘れないと困るみたいなのが、うん、ね、あのとにかく男って奥さんから一言ね、うん、褒められたり認められたり、うん、あなた本当素晴らしいとかって言われただけでどこまでも行けちゃうからね男って、ね、本当でもね、私そう言うんですよ、うん、うちの主人も、うん、褒めてくれれば何でも、ね、できるのにって褒めてさえくれればだったら褒められるようなことしてみなさいってね、ただ褒めてくれって言っただけでじゃあ褒めるっていうんじゃ ねそれでいいのっていう、ね、旦那様は皆さんそういうことですよ褒めることしないとね、褒められることね、褒められることね、はい、褒めること小さなことでもいいからね、まあ本当にね、なんかちっこいよな男は本当にって思っちゃうけどねで、いちいち報告しますよね、ゴミ出したよとか食器洗ったよとか、ああ分かる分かる、ね、お母さんがそんなことやってたらキリがないでしょ。でもね、お父さんって結構いちいちね、うん、電球変えたよみたいな、あ、ありがとう素晴らしいわねそうそう、そこで褒めないと、そう、よくできたねそうそうみたいなそれだけで男は、まあ、何言ってんだよって言いながらめちゃくちゃ嬉しいわけです。ですよね。そうだから、でね、よくあの奥さんにね、ご主人がね、いやこれこうした方がいいと思うと、奥さんが何言ってんのバカじゃないのとか言っちゃダメなんですよ奥さんね。その時受け入れて、なるほど、でもこうしたらどうかなって言うと、男はいやそうだよね、そういう考えもあるよねって言えるんだけどね、もう世の中の奥様ってね、ご主人がこうした方がいいんじゃないのって言ったら何言ってんのよとかってすぐ否定しちゃう奥さんがいるんだけど、うん、男はそれだと力発揮できないんですよ、うん、やっぱりそこで一度受け入れてもらってね、うん、そういう考えもあるよね。でも男性もそれをしなきゃいけない。あ、男性もしなきゃいけない、うん、努力は必要ですよ、ね、奥さんの提案を ね受け入れる。でも男性は結構ねケチつけるのも得意で、あ、そう、うん、でこう全お大体いいんだけどここだけがっていう、そのここだけを 言ったりするんですよね。これね、だからね、うん、夫婦でだから平松さんともそうだけど、両方でそういう話をした方がいいんだよね、うん、そう話し合わなきゃ、そうそう、片方が言うと、うん、どうしても偏っちゃうんですよ、うん、だから奥さん目線、うん、旦那さん目線でそういう話をすると一番いいんだよね、両方が分かるから、うん、でも男性はそういう話し合い嫌がるんですよね。あ、まあね、うん、そう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 、パチンコ行っちゃうからねきっとあ、私たちのコミュニケーションの方法について話し合いたいんだけどとか言うと何それみたいな。だから僕は月に1回家族会議を朝モーニング、うん、ね、近くのファミリーレストランで月1回必ず朝の家族会議っていうのをやって、うん、会議って名前つけるとやっぱお互いがこう報告できるわけ。あ、なるほど、ね、でこうした方がいいよねって言うと、うん、あ、そうだね、じゃあ、うん、今月はじゃあまあお互い、まあ、仕事してるってのもあるんだけど、自分の仕事ね、うん、あのただの食事だけしてると、いいよそんな話とか、なんでそういうこと言うのかなとかなるんだけど、うん、会議って名前つけるとね全部言えちゃうんですよ、うん、で、いいですね、応援をし合えるわけ、うん、じゃあこうしようとか、うん、だからね、僕は月1回毎月1回家族会議を朝8時からファミレスでやって、うん、もう全てを話し合うの、うん、だから それはやっぱり同じ、それまでに結構僕は全部奥さんに分かってるつもりだった、言ってるつもりだったんだけど、実は言ってない、言ってなかった、うん、やっぱ言いたくないことがあったんだよね、うんうんうん、でそれを奥さんはすごく不満に思って、うんうん、それを解消するためにどうしたらいいかっていうことでそれを始めたの、うんうん、で、じゃあこれから会議するよって言ってすると、お互いが全部言えるようになって、うん、すごく良くなったんですよ。それはいいですね、うん、だから素晴らしい。場所を変えるっていうことと、あとはまあ朝やるっていうことね、うんうん、できれば土曜日とか日曜日とか終わりにすぐにこう何もない時にやるっていうことで月1回やってもらえるっていうのはすごくいいです。これ、うん、それはいいですね、良、うん、かったです。うちは毎朝やらないとうまく回らない。仕事も一緒にやってるから。あ、そうね、うん、いや、まあうちもそうだけどね、うんうん、
でも本当で毎朝はなかなか難しいんだけど、うん、でも毎朝できた時には結構すごいいい感じ、ね、うん、まあそれは理想だよね、うん、30分でもね、うん、だからね、なるほどね。ちょっとねコメント見ます。あ、ヨネちゃんね、いっぱいね、ありがとう。あのリンク貼ってくれてね、ぜひ皆さんね、よかったら LINE 登録してくださいね。青井さん、LINE 登録完了ありがとう。ヨネちゃん、平間先生、なんだこいつ呼ばわり。あ、原ちゃん、ありがとう。原田さんね、原田シール印刷所、ありがとう。こんばんは。平原さん、どうもすいません。水戸先生、誠実ですね。誠実ですね。ね、ありがとう。うん、ヨネちゃん、頼むから初デートの遅刻はもうしないであげてください。いや、ゼロが無理なら3回言いたくなるうちは1回減らしていただけるといいかもね。まあこれ本当気をつけないといけないね。ね。あ、大杉さん。あ、パブロフの犬涙男は、山根さんありがとうございます。大杉さん、平原さんこんばんは、お久しぶりです。ね、この間もね、メディカスの上杉さんの時に来てくれましてね。この間ここに、そういらしたんです。いらしてください。で、明日のね、出版パー、あの上杉さんの出版のパーティーもあの大杉さんがプロデュースしてるね、うん、ありがとうございます。あ、池田さんありがとう、聞いててほっこりした気持ちになります、ありがとうございます、ね、よかったですね。としなりさん、水越ファミリーは素敵な家族です、ありがとうございます。桐山さん、由美さんは優しさが溢れてますね、本当ですよ、愛され交渉でぴったりですね、本当、ありがとうございます。大杉さん、平原さん、夫婦のイベントはもうやらないですか、またこれからでもいろいろやるってくるでしょう、うんうん、やりますね。ね、あ、しんちゃんありがとう、こちらは一足先に飲んでますということでね、7時半から新チャンネルをやってましたけどもね、終わったんだね、よかったですね、はい、はい、さあ、ここでですね、ちょっと、まあここで令和になったということでね、はい、ちょっとここでね、質問を、まあ、さっき、させてもらったんですけども、この令和時代でこれからやりたいこと、夢を叶えたい夢ということで3つ挙げていただきました、うん、はい、ね、それがこちらになります。あ、もう書いてくれたの、そうです、お、いいですか、出して、はい、令和に叶えたい夢ベスト3、こちらです、ね、平原さんの叶えたい夢とは、1つ目、3冊目の出版、はい、ということで、これはもう予定があるんですか。予定はないです。今まで2冊出してる、ね、2冊出してます、はい、この2冊です、はい、これとこれ、これとこれ、すごいな、これ、これが1冊目、これは1冊目で強調、戦略的交渉力、すごい、はい、こちら角を立てているという、こっちが、まあ、女性ターゲットな感じです、はい、ね、で3冊目を出したいということで、うん、ですね、はい、でもう1つ新たなビジネス、はい、これ何でしたっけ。新たっていうよりも、うん、今ここだから15、6年は交渉術でやってきてるんですけど、うん、最近まあ誕生日会とかもきっかけで、ま、昔いろいろ振り返っていて、で思い出したのは、私が21年前に会社を立ち上げた時に、うん、結構あの、まあ、女性起業家としていろいろ注目されてたのもあるんですけど、うん、スモールビジネスのサポートをしていきたいっていうのが夢だったんです、うん、その時の、うん、でも自分自身が起業して なかったんで、うん、自分が何も経験してないのに、うんうん、他の人のビジネスの、ね、サポートできないじゃないですか、うん、だからまずは自分が会社を立ち上げて実績を積み重ねていかなければいけない、で自分が立派な起業家になったらスモールビジネスのサポートしていきたいなっていうのがあったのをなんか忘れていて、交渉術結構夢中になってやっていたんですよ、うん、で今思い出して、だからこれからは私も21年、うん、会社作って21年、うん、すごく大変だったけど、うん、なんとか生き残ってきているので、うん、まあ、この経験を生かして、うん、これから起業する人たち の、うん、あのいろんな起業をサポートする、ね、うん、人はいっぱいいるけど、私はコミュニケーションの面で、うん、交渉術とか人間関係とか信頼関係とかそういう面であのスモールビジネスをサポートしていきたい、きたいね、うん、はい、でスモールビジネスって人間全てじゃないですか、うん、ね、人との関係どう作っていくか、うんうん、だからそこに焦点を当てていきたいなって思ってます。いや、もう絶対そういうニーズはありますからね、間違いなくね、はい、で3つ目、ご主人と協調、
はい、これは主人にも言ってないんですけど。あ、言ってないの？いや、びっくり。言ってないんですけど。これが夢なんだね。うん、今彼が好きなことをビジネスにするっていうテーマで本を出したばかりじゃないですか。はいはい、で、もう彼ももともとはクリエイターなんですよね。うん、CG とか動画とか、うん、あのポスターとかいろいろやってて、うん、それがだん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 とこうね、ビジネス の, あのサポートになってきているっていうのがあって、あの考えてみるとなんか2人がやりたいことがこう近づいてきてるのかなっていう感じがして、だったら2人で一緒にあの一つのブランドっていうかいいなやっていけたらいいなって。素晴らしい、いいですよ、うんね、で夫婦で事業っていうのもねテーマかもしれないし。あ、ね、うん、え、夫婦で事業ってやってるんでしょ。え、事業って何？夫婦でだからビジネスをやるとか会社をやるっていう。ああ、え、今は違うの？夫婦でやる私たちやってるから、うん、そういうことをしたい人の。どうなんだろう、僕もね、うん、一応夫婦で仕事を一緒にやって、うんうん、まさにここに朝から晩まで一緒とかもね、うんうんうん、やってますけどもね、うん、僕なんかからすると、うん、僕は夫婦で仕事するのは楽しいわけ、うんうんうん、でそういう風にみんななればいいなって僕は思ってるんだけど、うん、まあね、これはどうなのかよく皆さん聞いてみて分かんないけど ね。でもほらそれぞれ別の会社に勤めているご夫婦で一緒にできたらいいなって思っている人いるじゃないですか。あ、そう、うん、知らない？わかんない、聞いたことないけど。いるんですよ、ね、うん、でも難しいだろうなって思ってる。あ、それはそうだね、うんうん、いつも朝から晩まで一緒、うん、生活も仕事も一緒、うん、から難しいだろうなって思っている人が結構いるみたいなんで、うん、ね、まあ、そこを、まあ、実態を教えてあげるのと、ね、じゃあどうすればトラブルを回避できるかとか、それはアドバイスいいじゃないですか、ね、知りたいんじゃないかなって、うん、それはもう うちのでもアドバイスできるかもしれない ね。そうですよね、いいですね、一緒にね、はい、ちょっとやりたいね、はい、ちょっとね、平松さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします、聞いてなかったって平松さん聞いてなかったって言うんですよ。そういう夢があるそうですよね、奥様。ヨルちゃん、予言、2019年の発売に向けて商業出版の企画が採択される。ありがとうございます。素晴らしい、ね、平松さん聞いてなかったってことだね。富岡さん素晴らしい、夫婦でビジネス、ね、ありがとうということでね、進めていただければなというふうに思ってますけれども、じゃあ今日ね、ちょっとこれから抽選しますけども、その前に、ちょっといつもね、うん、あの曲をね、うん、僕は、うん、あのゲストに強制的に聴かせる、はい、うん、はい、のがあるので、なんかありますか、うん、いや、うん、私も歌う、あ、一緒に歌う一緒に歌ってくださるそうなんでね、この番組のテーマ曲になってます、キャッチアウェイブですね、ぜひ皆さんに。でもね、風邪ひいてガラガラ声だから申し訳ないんだけど、ね、ちょっとね、歌いたいな。ちょっと待ってね、ユミさんはね、キャッチアウェイブね、歌えるんですよ、皆さん嬉しいじゃありませんか。歌詞カードありで、あ、もちろんもちろん上、私が32歳の時に作った曲ですけども、このメディカツが始まってからずっと歌ってるね、で CD まで出してしまって、キャッチアウェイという曲を今日もゲストに無理やり聴かせるコーナーね、行きたいと思います、お客様の隣で強制的に弾き語りを聴かせるコーナーその通り、ね、じゃキャッチアウェイ聴いてください、夢を叶えよう、世界へ飛び出そうという曲です、よろしくお願いします。笑顔の
よ、もうね、本当に そばでそっと歌ってくれて本当にありがとうございます。もう嬉しいわ、ありがとうございました。キャッチアウェイという曲をね聴いていただきました。ね、あ、伊佐子さんありがとう、イエーイということでね、今からハモリいいな、みんなで歌おうということでね、ありがとうございます。草野さん、あ、ありがとうございます。水子さん、こんばんは、素敵なボーカル、ゆみさん、いつも励ましをありがとうございます。とっても温かい気持ちになります。ビジネスのサポート素敵です。ご主人との共有楽しみです。嬉しいですね、ありがとうございます。コメント、あゆのちゃん、何度聴いてもいい曲ですね、ありがとうございます。いい曲ですね、 ありがとうございました。もう大好きで、本当ですか、うん、もう本当にそう聞いてあげてね。さあということでですね、じゃあちょっと抽選をねしたいと思うんですけども、はい、今日は2つありまして、あ、平野さんありがとう、素晴らしい曲ありがとうございます。一つはまずこちらの本ね、はい、こちらの本をですねまず抽選したいと思いますので、今見てらっしゃる方でこの本欲しいとぜひですねコメントいただきたいと思います。コメントね、まずはこの本、なかなか今手に入らない、はい、手に入らない新品は手に入らない、新品は手に入らないということでね、ぜひこの、これはこいわゆる愛され交渉術の本、そうですけど、うん、こうテクニックを紹介してるんじゃなくて、うん、いろいろなあのシチュエーション、40のシチュエーションを、ね、うん、こうやってほらきちんと上司に言い、上司に言いたいこととか、あの同僚に言いたいこととかっていう章立てになっているんですけど、こういうふうにね、角を立てずに上司に言いたいということで、いろいろこうきちんと話を聞いて、カンカンに怒った上司に言い分を聞いてもらいたいとき、うんうん、シチュエーションをいろいろね、いろいろ持ってきて、はいはい、それに対してどうアプローチするかっていうのを解説しています。いいですね、同僚に言いたいこと、なるほど、あとは先輩に言いたいこと、部下に言いたいこと、はいはい、あと取引先、はいはい、お客様に言いたいこと、はいはい、っていう感じ、はい、これはでも他にもいろいろ応用できるわけですよね、うん、なんか Facebook フレンドを断り方とかそんなのもあるんだなんかお客さんにフレンドをリクエストされた時困ったりしないですか。あ、なるほどね、そういうこともあるんですね、うん、はい、そういうね、はい、で本欲しいとねぜひコメントくださいね。その中から今日は抽選したいと思います。あ、上杉さんありがとう、もう先週から脳内リピートしまくりの曲、歌です、ありがとうね、一緒に歌ってくれてね、この間ありがとうございました。さあじゃあこれからですね、あ、サイン入りでってきてますよ、ね、はい、サイン入ってないけど入れてくれますね、はいはい、じゃあこれからね抽選したいと思いますんで、これからですね抽選のね名前を入れてきますんで、何しろワンオペでやってますから、一人でやってますからね温かい目でね、時々沈黙になりますけども、これ別に交渉術じゃありません、意味がない沈黙ですからね名前入れてきますんでね、まずはとしなりちゃんね、はい、としなりちゃん、とたにちゃんね、はい、ちょっと待ってね、とたに、とたにちゃん、それからあさみちゃんね、あさみちゃん、それからたけちゃん、たけちゃんね、うん、絶対欲しいってね、たけちゃん、葵さんね、葵ちゃん、本欲しい人はね、本欲しいっていうふうにね、吉田さん、ちょっと待って、セットか、ちょっと待って、編集から項目ちょっと、葵ちゃん、吉田、すみません、これ全部ちゃん付けになっちゃうんでね、吉田ちゃんで許してください。吉田ちゃん吉田ちゃん、あ、桐山さんね、これさち、さっちゃんしとくか、さっちゃん、しっちゃん、ちょっとさっちゃんね、
それで本欲しいです。マイナスのことを言うのは難しい。え、何、うん、どういうこと、うん、だから断るとかね。ああ、うん、確かにね、うん、難しいですね。ユミカちゃん、あ、ヨネちゃんね、はい、ヨネちゃん草野さんね、はい、すみません、これ全部ちゃん付けなんで失礼します。草野ちゃん、草野ちゃんで、あ、千秋ちゃんね、千秋ちゃん見てたの、ありがとうね。本欲しいです。竹内千秋ちゃん、あと伊坂さんね、はい、それで終わりかな、ちょっと待ってね。本欲しい、伊坂ちゃん、じゃあ終わりね。伊坂ちゃん、じゃあこれでいきます。おー、すごいな、結構。はい、じゃあこれで抽選します。メディカス大賞2でセットと、セッティング終わりました。ここから抽選入ります。あ、すごい、もう本もう買って読みました。富岡ちゃん、ありがとう。じゃあこれから抽選いきますよ。こちらです。メディカツ大賞、誰の手に、まずは本です。伊坂ちゃん、おめでとうございます。ということで、本はね、伊坂ちゃんに当たりました。伊坂ちゃん、おめでとうございます。ということでね、伊坂ちゃん、おめでとうございました。お送りしますんでね。で、もう一つプレゼントが、はい、19日、はい、今月の19日、日曜日の10時から One day ね、講座、One day 講座ね、One day 講座、これも行ける方、はい、ね、お一人、プレゼントしてあげますけど、いるかな、行けるかな、5月19日日曜日10時から何時でしたっけ、17時、One day ですからね、はい、10時から11時、びっちり。平松さん、ランチでね、ランチも一緒に、ランチも一緒。平松さんと由美さんと2人で教えてくれるというね、はい、これ1名プレゼントですから、日曜日ぜひご都合のつく方行きたいというコメントをぜひ入れていただきたいと思います。これね、なかなか、まあ、日曜日の ね、ファミリータイムで、ね、ファミリータイムでね、行けるかどうか、なかなか、もし行けるという方はね、もう1人だったら決定ですから。そうだね、19日、5月19日ね。じゃあ、一応ね、番組が終わるまでにね、行けるという方はですね、ぜひ、19日行きたいです、19日行きたいですとコメント入れておいてくださいね。よろしくお願いします。はい、お願いします。皆さん、おめでとう、おめでとう、伊坂ちゃん、おめでとうってことでね、ありがとうございます。あ、ワンでお願いします、来た、あ、行きたい、富岡さん、マナさん、あといるかな、あ、行きたい、出た、上杉さんね、他にいるかな、もうちょっと待ちましょう。じゃあ2人で抽選ということで、うん、他に、あ、あ、赤川さん空いてる、いけます、すごいな3人、嬉しいね、しい、これ嬉しいね、うん、上杉さん、また行きます、行きたい、あ、竹ちゃん、行けちゃいます、ね、すごい、同じ人が何度も行きたいって言って、すごい人気だなということは、富岡さん、マナさん、上杉さん、若松さん、タケちゃんね、はい、じゃあちょっと待ってね。いや、盛り上がるわ、よかったよかったよかったね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、編集で、何人だっけ、そうすると1、2、3、4人ね、そうだよな、4人、1、2、3、よし、じゃあ名前入れていきます。エリコちゃんね、あと富岡さんか、マナちゃんね、マナちゃん、で、若松みほよちゃん、そうだよな、みほよちゃん、みほよちゃん、で、たけちゃんね、ちゃん、はい、
いやこれ嬉しいなタケちゃん、よし。わかりました。わかりました。無理でした。はい。みほゆちゃん無理でした。はい。他いないかな。大丈夫かな。他。もうこれでいっちゃうよ。3人。はい。はい、じゃ3人でね、抽選したいと思います。いきますよ。じゃ3人でね、抽選いきたいと思います。5月19日のワンデイセミナー、あ、じゃあ講座ね、3人で抽選です。たけちゃんおめでとう。おめでとう。たけちゃんおめでとう。ね、はい、たけちゃん運が強いね。はい、タケちゃんということでね、タケちゃんおめでとうございます。でこれは、まあ、今1名の方当たりました。タケちゃんはまあ無料でいけるんですけども、うん、あのまだいけるんでね、まだ大丈夫です。まだ大丈夫ね、はい、ということでぜひね外れたお二人の方も、はい、まだ大丈夫なんで、じゃあ半額にしちゃいます。マジっすか。はい、上杉えり子ちゃんと、はい、富岡真奈ちゃん、うん、半額、もしいけるんだったら半額でいけるそうなので、この二人特別ですよ、うん、というわーっつってますよ、上杉えり子ちゃん、ね、半額でぜひ行っていただきたいと思いますんで、もうお二人の名前ね、はい、分かったからね、はい、マナちゃんと上杉えり子ちゃんね、はい、半額っていうことでね、絶対いけると思ったのに、たけちゃんっつってますから。ぜひ行ってくださいね、よろしくお願いします。たけちゃんおめでとう。さあ、おめでとう、ね、おめでとうございました。ということでね、いや久々に盛り上がったな抽選、ありがとうございました。はいはい、ということでですね、最後まで本当に見ていただきましてありがとうございました。他に告知とかってありますか。あ、特にないけど、うん、あの令和だから、あのタオル広げてみませんか。これね、実はあの今日ね令和のタオルをですねお土産にもらったんですよ。ありがとうございます。1回目だもんね。1回目だから、はい、もう気配りがさすがでしょ。もうどこで買ったんですかこれ。そこらへん、そこそこだ、まあ、令和だから ねそれが大事だから、ね、こちょこちょこと出てるですよ ねはい、ということで、はい、令和第1回目令和お届けしました、はい、今日が令和の第1回目、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。何年から始まったの、まあ、2010年から、ね、始めて、平成をねやってきました。このメディカツも令和の時代も引き続き、応援していただけるとありがたく思いますんで、みんなの夢を叶えるためにね、メディカツで応援していきたいと思いますので、ぜひ、令和もこのメディカツをよろしくお願いします。優、はい、しい番組になりましたね、このおかげで。本当ありがとうございます。ね、ありがとうございました。みんなありがとうございました、みんな本当にね、たくさんのコメントをいただきまして本当にありがとうございます。ね、いいなって言ってますけどね、いいな、本当に半額嬉しいです。あ、よかった、ね、ぜひいらしてください、はい。最後にですね、じゃあ令和1回目のメディカツポーズをしたいと思いますんでね、はいはい、皆さんね、メディカツポーズ、これ夢叶えますから、一緒に、あなたもそこで見てる、あなたもね、コーヒー飲んでる場合じゃないですよ、下に置いてメディカスポーズしてくださいね。よろしくお願いします。じゃあ練習しますね。まず両方の指を出しますね。火曜の夜を楽しむには、でここでメディカスの M を作ります。ハートじゃないですよ。M です。M を作ります。親指出してね。M 下から出します。メディカス、顔の右下。そしていい顔して。最高の笑顔。はい。もう大丈夫ですね。はい、はい、じゃあ行きます。じゃあ皆さんも一緒にやってください。令和1回目の開運メディカツポーズです。いきますよ。火曜の夜を楽しむにはメディカツ。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってね、これからもね、応援してます。はい、ということで、本日はですね、ビジネス交渉術の専門家の平原由美さんに
ゲストに来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。本当にね、たくさんの方にご視聴いただきまして、またコメントいただきまして、このコメントがあるから盛り上がる、本当に皆さんのおかげです。またこれからもメディカスね、そして平原さん、そして水越、応援の方よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。最後にですね、メディカツ、エンディングはメディカツのですね、セイヤードリーム、夢を語ろう、夢を叶えよう、聞きながらお別れしたいと思いますが、最後また2人出てきますので、そのまま見ててくださいね。よろしくお願いしたいと思います。それでは皆さん、また素敵な1週間をお過ごしください。それでは皆さん、さようなら、ありがとう。あ、アイアル、これなんだっけ、愛され交渉術しようぜ。してあげられるの、一人の声は小さく、届かない空を見上げて、流れる雲を見てた。今まで歩いてきた道、何一つ無駄はない。ということで、メディカス最後までご視聴いただきましてありがとうございます。皆さん、これからも愛せる交渉術、はい、いきましょうね。はい、はい、行きましょう。よろしくお願いします。はい、あのご主人様、よろしくお伝えください。はい、聞いてます。あ、聞いてるね。ご主人、ありがとう。それでは、みんな、またさようなら、ありがとう。見てくれてありがとう。